ニュースです。スシロー生ビール半額企画、注文できない報告複数。回転寿司チェーンスシローが実施中の生ビール半額キャンペーンをめぐり、品切れで注文できないとの報告が SNS で複数寄せられている。運営会社は事実確認を進めていると取材に話した。スシローをめぐっては、消費者庁が6月9日、景品表示法違反で再発防止を求める措置命令を出している。生ビール半額キャンペーンについても、期間開始前から告知を固定実施、謝罪、返金騒動があったばかりだ。